あ、違う。ウォーショック、さあやっていきましょうか。ニコ戻ったよー。いや、ブルホース、おかえりなさい。もうこのくだり飽きた。ということで、今日何やっていくかっていうと、前回ですね、カメラを撮らないといけない。いや、カメラじゃない。カメラは撮れないんだから、カメラ撮ったらなんか違う意味に聞こえちゃう。写真を撮らなくちゃいけないということでしたので、その写真を撮るために、ちょっといろんな人に話を、これってどう？あ、ダメなんだ。とりあえずそのカメラを直すために、そのいろんな人にこう話をこう聞いていこうかなと思いますんで、とりあえず、こうちょっと思い当たるところを手当たり次第いろんな人にこうね、しっちゃかめっちゃか話をかけていって、で、とにかくやたらめったらとこう迷惑をかけまくっていこうかなという気がします。気がします?日本語で OK。まあ、とりあえず、進んでいきましょう。で、お前はどうだ？どうも人間。ありがとう。あなたはどう？即死。あ、そっか、即死野郎だった。図書館に戻ってきました。君なんか知ってる？特に、いつか姿を見せてくれたらな。君は？今日は暇な方。なんかさ、単純に困ってます。とりあえず、図書館に戻ってきてもなんか不正解な気もするんですけどね。とりあえずね、いつもの悪魔のささやきさんがさ、よろしくやってる人でやってるよって言ってさ、いつものように、ドイツな感じで、こう、とりあえず半分。この人はです。これで3番目の手足の感覚。ちょっと待って。手足の感覚がないはやばい。まあ、さっきも言ってた気がするけど。あ、かけしげたところとしょうか。分かってるよ。戻ります。君なんか知らない？図書館のジョージは、何もない。じゃあ、こっち進んでいって、君は？あ、それも、はい。ちょっと頭、カフェちゃん。目が怖いよね、君。スーパーヒーロー。だね、不死だ。図書館は、とりあえず、外れでした。外れでした。ってことは、こっちの方進んでも何もなかったよね。なんて言うんだろうね。今日は何も面白いことが浮かばないよ。やばいよね。大体のさ、なんて言うんだろうね。こう別に文句を言うわけじゃないんですけど、芸人さんとかいるじゃないですか。で、芸人さんとかって、なんかこう誰かとトークしてたらこう面白い人とかいますけど、一人でベラ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 喋ってて面白い人ってなかなかいないですよね。なら私がそこを目指してやろうっていう感じで頑張ろうと思うんですけれども、相変わらずのビリビリマシン。で、こっち行ったら、確か9コン、ロコンがいるんですよね。ロコン、9コンか。逆だよね。で、いや、多分、この間ここで拾ったカメラたちが生きると思うんだけど、ここなのか？大きな。ほとんどの単語に線。あ、知ってます？皆さん、勉強するときに、単語で、単語帳とかに、線引っ張ったり、なんだっけ、蛍光ペンとかをこう引くのって、全く勉強の効果ないですから、学生の皆さん注意してくださいね。はい。何の話だっていうことなんですけど、とりあえずいろんな話、この人は話聞いた。忙しい。まあね、言うてますやん。あれ、星の王子様にもありますよね。って、この間もその話したでしょ。もちろん。バツイレンズ、左側に設置するのさ。ほう。で、ちょっと待って。Wait。もうこれでいいや。レンズを配置するときは、薄いレンズを2つの湾曲の、レンズの間に置くんだったかな。薄いレンズを、湾曲、OK。で、続きまして、なんでお前らが知ってんのって話なんだけどね。頭カンカン。分厚いレンズはどの湾曲レンズでも左側に、分厚いレンズ、OK。で、なんで君らが知ってんのっていう、一末のその不気味さで君を知ってるんでしょ。昔のカメラの記事なんでわかんの？ニコ怖えな。で、カメラ、これ楽しかったな。突レンズのね、突レンズ彼氏みたいな。
日目の修理法、だいぶ長いことだからな。膨らんだレンズは端っこにつけてたと思うんだが、どっちの端か。膨らんだレンズ、膨らんだレンズで湾曲で 4枚ある。こいつらだけでいいのか。こんな近くにいたのかよ。戻らなくていいじゃん。もうこれだからし、そうか、あ、なるほど。でここに、なるほどなるほど、何かはめ込むことができそう。ということは、凸レンズと一緒にね、内側に、で、まず、ラメ入りのノリ。あれ？で、薄いレンズだよね。で、薄いレンズ間にあるってことは、はい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 。まず、厚いレンズ組み合わせるかっちゅうの。まず、ここに入れて、で、ここが、だから、薄いレンズだよね。ほい。で、ちょっと待って。で、あの頃は一緒に、もちろん凸レンズとね。で、あなたが何言ってたっけ？運転のことは、膨らんだレンズってことは、凸だ。で、O の方は、こっちで、こうで、だいたい飛ばないよ。こう。で、どうだ？ウィーバルス逆やな。はい、それはいいや。で、チーって出てきました。ほい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 。え、ミーの写真、ミーの目っていつもこんなに大きいの？あ、知らなかったんだ。で、これを、こいつと、こいつで、写真の裏側がニョリでベトベト、あとラメも、よく奥さんとね、イチャイチャするとね、ラメがつくからやめてとか言われちゃうんだよね。切符のくれ、よし、これで OK。ところで、変なフィルムって、これ何だったっけ？ああ、これあれか。OK！ じゃあ行きましょうか。これで、ついに、最深部へ潜入する、バイオでいうところの研究所ってやつですね。なぜいつもバイオで例える？後ろでそういう蹴りが入ってます。ベシー、ほんまに入った。痛い！右のお尻を蹴られた。ちょっと、パインジュースの方。こうなんかね、なんだっけ、なんか長嶋一茂と、なんか同級生のうんぬんかんぬんっていう番組があるじゃないですか。あれでなんかこう、長嶋一茂コロナ禍の中で、炭酸ジュースをこう、いろんな、ね、なんか、勝負しないとダメ。なるほど。ふり。一日をキップさん、キップさん名前、あ、どうも改めましてキップです。そう、長嶋一茂さんがコロナ禍でなんか炭酸をいろいろ試したみたいな話があってね、まあ僕は炭酸も試してみたいんですけど、まあそれだけじゃなくて、なんだっけ、まあいろんなジュースも試して、それがこないだ騙されたんですわ。何の話かって、メロンジュースあったんですよね。そのメロンジュースを、あらこんばんはって感じで後で話します。またもう特殊なやつが来たよ。頭サイコロさん、あなたが救世主ね。まあなんて可愛らしい子なんでしょう。ありがとう。何か手伝えることはあるかしら。うん、次にすること教えてほしい。ミーはどうにかのためなんだよね。そうね、超よ、超っすよ。中に入ることのできる小さな部屋があるのだけど、ごめんなさいね、そこから先へ進む方法を誰も知らないの。この世界に関する本を読むことだけに人生を費やしてきた私でさえ、そうか、ブルーホースの助けが必要だと思うのだけれど、詳しいことはわからないわ。そういう本は今まで読んだことがないの。一冊くらいありそうなのにね。世の中そんなものなんでしょうね、きっと。ジレンマね。女のキャラなんだろうけど、どう聞いてもおかま。まあいいや、今回一冊だけ。これって多分クローバーに関する本で、あはー、またいっぱい出てきた。基礎もともと狂ったが、葉っぱを太陽にさらすと見事な玉虫色になる。この興味深い植物は非常に回復力が高く、不毛の地の金属砂、砂、いや
過酷な気候の中でさえも繁茂する、恐怖では苔と資源を奪い合うこともなく、それどころか苔の層の上に生息することができる。カヅキの放射性炭素年代測定法によると、この植物が世界中に繁殖した初の生命体である可能性も示唆されている。今回さ、あ、これは何かのスケッチブックみたい。机の上にある、うわー、なんかあれっぽい。ドバネブダダダのブダダ以上ダッタレッテーデッテレよし、いきますよ。本日の勇者の訪問はまたしても有意義なものだった。彼女の上機嫌だったようだ。救世主の来訪を兆候を来るジャンパー。救世主は暗い家で目覚める。はぁ、無事の中で窓から差し込む光が見え、板張りの床を歩く押し跡も聞こえたと言っていた。残念ながらその家の場所またわからないようだ。ラスも今日の会合にいた。会合の中で彼の家に行くことになり、そこで意見を交換した。彼は預言者の日々の思いをかなり注意深く記録しているようだ。最近はもちもだいぶ読みやすくなっている。彼の子供たちはいつも通り可愛かった。上の子カルムス、はぁ、ガルーラの兄貴、私が彼の父親に教えたのと同じく。他に手伝えることはある？本のことなら、ほら、師匠は私ですから。本、あ、組み合わせないよ、組み合わせないよ。おい、これ頼む。あ、この本なら持ってるよ。多分ミンには分からない星みたいなのに書かれてみて。あら、そうなのね。少し見せてもらえるかしら。信じられないわ。どこで見つけたの？雲の地、あ、銀行で見つけたんだ。誰？ブルース。わかったわ。ここは一肌脱いで、あなたのために解読してあげましょう。この日記を少し借りてもいいかしら。しばらく時間かかると思うけど、許してちょうだいね。大丈夫だよ。ごめんなさい。あらら、かわいそうに。なんと、まあ、私たちのために頑張ってくれたのね。少しお披露目してきたらどう？上の階にゲストルームがあるわ。右の通路まっすぐね。なんかだんだん自分がですね、黒崎に感じてきたのがあるよね。皆さんは半沢直樹見てますか？また第6話で出てくるみたいですけどね。あ、ちなみにこれ録画してるのは火曜、8月の何日、18日なので、半沢直樹のね、第5話が終わった直後でございます。はい、今回進めてるよ。わー、素晴らしいことで、シルバーポイント博士のチームが我々の開発したプロトタイプの複製に成功した。身に示したのが外部的デザイン修正の最新スケッチだ。今回資源がかけられていることから、マイクロプロセッサーの構造を根本的に変えているのか、今はなき預言者のメッセージを伝えるのに十分なはずだ。チームはこれを制御化する必要などないと判断している。どう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 、今のめっちゃスムーズじゃない？まずは完全にお休みするタイプの博士がたくさん。確かに、じゃあこれやります。本格してるよ。6つの目、君はどれと遭遇した？ほう、あそこまで注意深く見てなかったな。どれと遭遇した？彼女は多元宇宙理論を深く信じていた。彼女は平行的な存在についての可能性をサイコロの身になぞらえた。最近になってからその理論を理解するのは容易になったが、あの頃はうまく説明することができず、可能の限り書き記すことしかできなかった。彼女に敬意を払うにはこの方法しかないと感じていたのだ。このまま、実績ロックが本の虫、めっちゃ本読んだってことかな。全部本読んだってことなのかな。ってことは、これ多分、次進むためには、一回寝ないといけないと思いますんで、まあ時間はちょっといつもよりは早いんですけれども、一旦ここで区切っておこうかなというふうに思います。ということで、今からお昼寝しに行きます。ね、さっきのね、飲み物の話、一体どこ行ったんやところなんですけどね。それはムズムズして屋外じゃなくて、いや単純に雑談していいです。いや単純にね、マスクメロンのジュースがあったんですわ。でね、値札が118円だったから、これ買いって思って、ピッてやったらですね、289円ですって言われて、はーってなって、で、後日行ったら確かに289円になった。俺の見た118円はどこ行ったっていう話なんですよね。
周りの、いろんなジュースを見たところで、一切118円の値札がなかったんで、あれはどう見ても幻だった。まあ、そんなことはどうでもいいとして、ということで、まあ、今回パート13になるんですかね。はい、今日はここまでにしたいと思います。ということで、最後までご視聴いただきまして、どんありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイ、間違えた。お疲れ様でした。バイバイ。ちょっと歩き疲れたな。お昼寝してもいい。まだ働け、まだやることあるもんね。ごめん、嘘です、嘘です。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。